ありがとうございます。ベタコヤです。今、大阪に来ています。で、一日、その休みをいただいたので、ちょっと行きたかった京都に行きたいと思います。まだ、6時半ぐらいです。今日は大阪に泊まってるんですけど、あれですね。一日オフをいただいたので、Vlog を編集してみたくて、自分で撮って編集してみようかなって思います。い、ある程度準備できたんで、着替えていきたいんですけど、何の服にしようかなって思ってて、お寺とか行きたいんで、綺麗な格好したいなって思うんですけど、とりあえずちょっとお着替えしようかなって思います。いや、本当にこの靴、コンバースが、僕前、青持ってたんですけど、ちょっと上げちゃって、あんま履いたことなかった、履かなかったんですよ、コンバース。え？よ。よ。え？え？コンバース履こうかな？え？いい。このサンダルも履きたくて、新しくしたんですよ。去年の夏と違ったサンダル。てかさ、聞いてくださいよ。去年の夏と違ったみたいに、いい感じに言いましたけど、そう。サンダル買ったんですよ、この大きい。僕、去年も持ってたんですよ。そのサンダル、厚底の、めっちゃ可愛いサンダル持ってたんですけど、実家に置いてて、夏だったんで。で、僕、サンダル欲しいなと思って、実家に連絡して、お母さんに。で、送ってほしいっていうのを連絡して、そしたら「あった！」って言われて「ああ、いや、まああるよね」と思って「送ってほしい」って言ったら「片方しかない」って言われて「え？」みたいな、箱に入れたけどなと思って、両方探してよっつって「あるから」って「どっかあるから」って探してっつって、で探して、そしたら連絡来て「お父さんが片方だけ捨てたみたい」どういうことや。 どういうことや、片方だけ捨てるって。でもショックで、めっちゃ可愛かったんですよ、靴。ショックで立ち直れなかったですね、2分ぐらい。プノ。そう、僕本当は1人で行く予定だったんですけど、急遽2人になって、2人で京都旅行をしようと思います。京都どこ行ったことあるっけ？修学旅行京都だったんですよ。めっちゃ楽しくて。ちょっと時間あるんで寝ます。おやすみ。あ、じゃあ返事で行ってきます。はい、京都にやってきました。僕、京都本当に大好きで何回も来させていただいてます。皆さん盛り上がってますか？ヘイ。ナイス。さて、今日一緒に僕と盛り上がってくれるパートナーはこちらだ。プルーホーゴソルスラダッキー。はい、京都歩いてます。今本当に街でカメラ回したら僕たち本当に人見知りで喋れなくなっちゃうんでね、困ってますね。だからアフレコに頼ってますね。どうですか、直樹くん。そう、僕たち着物着たいなってずっと話してて、急遽着物屋さん探したんですよ。あ、見つけた見つけた。レッツラーゴー。
お、いいね、かわいい。完成できた。パシャパシャパシャ。いやーすごく楽しかった。気持ちかすごい。なんかマジで優雅っすね。うん、よかった雨降っとったらねできんと思ってたもん。無理だったね。そうなんだ、ね。晴れてよかった。めっちゃ可愛いっす、ね。マイコさん。おい。ありがとうございました。ありがとうございます。いやーいいアトラクションでした。アトラクションでした。はい。早く食べたいです。僕がずっと来たかった焼肉屋さんに来ました。お疲れ様です。いやー、お疲れ様です。ちょっと。長すぎた。なんということでしょう。なん。トゥトゥトゥ。美味しそう。いただきます。うわ。やば。感謝。感激。雨。嵐。それがたよ。はい、いただきます。最高。うまい。うま。お米がうまい。うん。ロッ。見せる。急にね、ふと、あ、なんか、押すって感じ。
まあ、みんなそうやけど、なんか、次は、あれあったのか。あ、待って、確実に決めたい。いいよ。やっぱあれか。結構わかりやすいと思う。うん、ね、それもずっとやってるもんね。うん。あ、うわ、そう。俺からしたら、めっちゃシュール。ああ、そういうこと。そう。めっちゃシュールやけど。めっちゃシュール。そう、シュールとカフェで迷ってて。で、普通にメンバーとしてやったらシュールやけど。うん。カイロくん、なんだよな。ずるいよな。ずるい。ほんまにずるい。全部。カイロくんにハマったらね、多分抜け出せるんだ。抜け出せんね、あれは。あれはね、魅力的やわ。すごい。読んだ目で。めっちゃいじられとるけど。しっかりな、しっかり、なんか、なんていうやばいやん、やばい人やし。しっかりやばい。マジで、いい意味で、いろんな意味で。うん。付き合うなら誰がいい？付き合うなら。絶対買うよ。自分が女の人やったし。え、お母さん絶対つけてるな。あんだけリアコリアコして、いや、わかるわって、モテる理由わかるわ、マジモテる。誰とも付き合ってそりゃそう。いや、彼氏にするなら、じゃあ彼氏か。また行く。おー彼氏にするなら、いや、でもまあまあ、渡るくんかな。勇気になる、うん、レスポンスの速さどういうこと？なんかうちのメンバー魅力が多いんですよ。マジで多い。帰ってこんことが多いんやけど、わたるくんは。確かに。そう、俺がスタンプ返してもスタンプで帰ってくる。なんか多分魅力スルーとかがないし。それはあるんかな、渡るなりの。どうなんやろね、素でやっとるけん。ああ。モテるなとも思うし、それこそ、対応。対応の仕方とかも、優しい。わかるわ。全部優しい。なんやろ、まあ、年下にも、年上にも、両方にも好かれるタイプ。うん、なんか、ずるいな、いろいろ。俺、彼氏にするなら、ゲキくん。シュ。そう？一緒やなけど。なんか、だるそうな感じがたまらん。ガチや。あら、たまらんな。たまらんね、なんか。だるそうな感じっていうか、だるそうな中にもこう思ってくれそうじゃん。ずっとクールブルやん。あ、そう、はい、たまらん。愛おしい。マジクールブル。クールブルって言うけど、それもね、かわいい。愛おしい。そう、クールブルけどなんか、かわいいが勝つやん。うん、そこがたまらんやん。ごちそうさまでした。あ、渡るくん京都来たんだ。どう？おお、ピントが合ったわ。着替えちゃった。行き当たりばったりで行っていこう。さっきからさ、フラフラなんかしてる。あれ使ってるよ。え、俺が歩かなかすぎる。いや、フラフラよ、俺。どっちや。あ、もうなんか新鮮。なんか新鮮な画角。ドックの画角に。あ、着物って言っとくよ、これから。お前焦った。あった。
お、見て、五重塔やで。おすごっ。大根がしてるわ。あ、すごっ、みんな鳥よりよ。めっちゃ綺麗よ、確かに。トロや、うん。ピース。ずっとも。お、いいね。え、綺麗。行くわよ。え、めっちゃ綺麗。うわ。え、なんかいいことしか起こらなくて、幸先良くない？いい。なんか。え？え、なんか。よしとこう、あれ、なんか、もう一度